今日は私いつも飼育員として働いているんですけど、バイオパークの楽しみ方ということで、僕の楽しみ方がこれですね。カメラで写真撮ることが好きなんで、園内の撮り方とかいい写真が撮れるかとか、僕なりの、アドバイスができたらなと思うんで撮っていきたいと思います。で、撮っていくのは僕の愛用しているカメラなんですけど、このカメラと iPhone X を使って撮っていきたいと思います。クオリティとかですね、そういうのじゃなくて映えるというか、いい写真が撮れるような工夫をお伝えしていけたらなと思います。じゃあ最初は順路通りにいてですね、マーラの展示場に来ました。マーラは結構ビビリなんで、あんまり近づけないですね。カメラで撮るならですね、望遠レンズ、結構長めの距離撮れるやつ。おすすめはですね、結構上から撮っちゃうとやっぱ人の見た感じの視界と同じなんで、ローアングル、下から普段見ない角度から撮るといい写真が撮れるかと思うんで撮っていきます。あ、めっちゃいいやつだ下からですね、こんな感じで、この角度じゃなくて、できれば下から映せば、わかりますかね、うん、こんな感じで見えます。高いともなんかこんなになっちゃいますね、うん、まあいいや、高いとこと低いとこと写真撮って後で入れようか。そうですね、うわー、もう全然違う可愛いですよ、やっぱり同じ目線で撮ると。やっぱりこう普段見ない目線から撮るっていうのも新しい楽しみ方でありますし、意外と動物の真正面の顔って可愛いんですよね。口がこうなってるんで笑ったように見えるんですね。なんで、僕はいつも下から同じ目線で撮ってますね。余裕がある人はとりあえず何枚も撮っとけば後で選べばいいんでですね。ああ、いいですね、いい感じ。携帯で撮っても同じことなんで、ここから上からこうやって撮ると撮るのか、同じ高さから撮るかですね。結構目線を合わせるのが、皆さんが持ってるカメラでもいい感じの絵に撮れるポイントじゃないかなと思います。じゃあ次行きましょう。次に来た場所はこのキツネザルさんたちがいるところですね。ここに集まるのが多いんですけど、いない時もあります。だいたい朝というか午前中とか、夕方はここにだいたいいますね。餌やりが結構できて、肩に乗ってくるんで餌やってみたいと思います。まずこの餌、レーズンなんですけど、これを見せて待ってれば飛んできます。で、まずあげましょう、餌を写真の前にあげます。こうやって肩を出せば乗ってきます。写真撮るときはこれはもう自分で撮った方がいい感じに写りますね。で、じらしちゃうと噛まれちゃうんで、肩に乗ってるうちに上からこんな感じで前向いて、こんな感じですね。まあ餌があれば肩に乗ってきます。ぜひ試してください。バイオパークの特徴として柵が人間と動物の間にないので、バイオパークは結構写真とか映像も撮りやすい動物園だと思います。ちょっと軽く紹介したいんですけど、僕がこの今日使ってるのはキャノンの EOS M5 という機種です。いっぱいダイヤルがあるんですよねここが好きなんですよ。あ、そうなんだ、うん、でもダイヤルがいっぱいあるっていうことはそこそこ設定がめんどくさいね。めんどくさい、逆です。逆なんだ設定がいろいろできるんですよ、自分なりの。めんどくさいじゃないいっぱいカスタムできるんですよね、うん、いっぱいカスタムできるね。自分が使いたいような設定にすぐできるんで、うん、とても僕は好きなんですけど、これ
他のスタッフがソニーのミラーレスかな、ちょっと僕あんま詳しくないんですけど、でソニーさんは今動物の目にピントが合うような、動物でも合うんだ、機能があるんですよ、でそれが確かちょっとわからないですけど犬とか猫とかだったような気がするんで、まあでもそれサブここら辺にいる、うん、合う子やってみたいね、やってみたいですね、うん、でまあ今度やってみます、はい、でキャノンさんは僕が思うにもうそのまんまというかシンプルに味わえる写真になるんですよね、撮っただけでも。ニコンさんとかだとまあこういうちょっと今いるんですけど、ヒワコンゴインコって言うんですけど、こういうカラフルな動物たちを撮ると発色が綺麗ですね、青色とか赤色とかすごく際立つんで、こういうカラフルな動物や秋になったらですね紅葉し始めるんですけど綺麗に撮れると思いますね。なのでぜひカメラ業界の見ていらっしゃる方がいればお願いしますこういろんな機能を試したいとかあればもうぜひバイオパークで試せますので柵がないんでですね、写真がいっぱい撮りやすい、お願いしますじゃあ次はこちらですね、ミーアキャットで、ここも見てください、柵が一切なくてこんなやって堀になってますね。あそこ見てもらいたいんですけど、ちょっと石積んであって見渡してるミーアキャットがいます。ミーアキャットは見張り番がいます。あの子たちを結構写真撮るといい感じに撮れるので撮っていきたいと思います。もうここから石の上にいるミヤキャットたちにピント合わせていきますね。でミヤキャットは天敵がタカとかなんで、上を見上げて、警戒します。上を見た瞬間ですねが結構いい写真になります。であと園内に帽子のミヤキャット、話し飼いになってるミヤキャットがいるんで、会えればですねここら辺にいることになるんで一緒に写真も撮れます、うん、ちょっと出会えるかどうかは運次第、そうもうめちゃくちゃ話し飼いなんでね、園内にいますどっかに会えたらラッキーです。あー映っちゃったやっぱりこうミヤキャットと同じ高さに合わせるのが結構ポイントですかね撮れますね、iPhone でも、続いてはカピバラのところに来ました。カピバラの目線でですね撮っていきたいと思います。日陰なんで光あんまり気にしなくていいんですけど、うん、やっぱり、屋外なんで太陽を気にしないといけないんですけど、こう日が差してる方向から写真を撮るようにしたら白くなったりとかしないんで、太陽の方向から撮るかこういう日陰で撮るかですね。行っていきます。ちょっとカピバラの展示場には池があるんで気をつけてください。ちょっと微妙だな動かしちゃう。いやいや動かしはしないですマーラのところでも言ったんですけど、特にカピバラすごく笑って見えるんですよね、うん、下から撮ると笑って見える角度やってほしいね、うん、まあでも今流行りのですよバイオパークがやってるカピバラだから聞ける咀嚼音、これ楽しんでもらったらなと思いますね、うん、ASMR ね、うん、カピバラを撮る時のアドバイスとして体かいてあげてると動き止まります。あー動いちゃったこうやってカピバラをもうあやしながらその一瞬をつくというのが結構いいかなと思うんですけど、でカピバラの横に座ってインカメでですね、また下から撮りましょう。友達と来たり、まあ、カップルで来られたりしてもカピバラを両脇に挟んで一緒に下から撮ればいい感じの写真が撮れます。今座ってたんですけど隣に行ってこうやって撮るのもいいです。
っと今石噛んでハート入れますね。ボリボリいってます。であとは、うちのバイオパークのスタッフさんに写真をお願いしても撮ってもらえるんで、近くにいるスタッフに声をかけてください。お待ちしてます。はい、あのお気軽にお願いします。いつも絵を描いてる土田さんです。はい、園内にいっぱいありますよね。そうですね、もちろん私以外の絵もあるんですけども見てほしいです。はい、そこも楽しんで写真撮ってSNS にあげましょう。とてもっと増やします。これからの季節は露天風呂、露天風呂があるんで写真撮りやすいと思うんで、見てるだけでもあったかくなります。次はアライグマですね。アライグマのとこ来たんですけど、ガラス越しでもちょっと撮るコツがあって、ガラスにつけます。つけると反射がなくなるんですよね。うん、iPhone とか携帯で撮る場合でもつければもうガラスが見えないですよね。ガラスの反射を抑えるようにこうやって入り込みなくせば綺麗に撮れます。まあでもアライグマ撮るときにはガラスにこうやってくっつけてもらえれば反射はしないです。レンズフードない場合は指を出して固定すればこれでも大丈夫です。携帯でもこうすれば反射なくなります。最後の場所に来ました。ここカンガルーですね。オオカンガルーがいます。バイオパークの展示場は芝生があるので写真を撮るときにはすごくいいですね。緑が入るんで、下の緑と、まあ、できれば空の青空が入り込めばすごくカンガルーが映える写真が撮れますね。ちょっとカンガルー警戒心強いんで、遠くから撮れば警戒してないカンガルーが撮れます。で、だいたい朝ごはん食べ終わるとまあああやったり寝たりしてることが多いんで結構写真が撮りやすいですね。来たよ。で、これも同じカンガルーの目線で撮るといい感じです。あ、青い空が映ってる。縦長の動物は縦で撮ると綺麗に映ります、まあ、カンガルーも、自撮りするときは下から撮ると可愛く見えますね。もうカンガルーも笑って見えます。ほとんどの動物笑って見えるんじゃないですかね。いい色が出ますね。うん、いいよね。一周してきましたね。終わりましたね。総括としてはやっぱり、まあ、クオリティを求めるならクオリティを求めた撮影でしていいと思うんですけど、やっぱり、バイオパークでの思い出を残してもらいたいと思ってるので、楽しかったなって思えるような写真を撮ってもらいたいので、まあ、ぜひ僕が伝えたのを参考にしてですね、ぜひバイオパークの思い出を作って見てください。以上です。うららうらら